龍馬さん、おかわり。んで、起き上がってから始めるんですよ。それに、もうすぐ始まるでしょ。ドラヘカッツェカッツェの方、影光猫目です。はい、よろしくお願いいたします。はい。はい、その通りです。まあね、まあとりあえずね、アンケートについてちょっと触ってみるかっていうのと、あとはまあ感想を言うくらいかなって感じですよね。早速アンケート出しちゃいます？あれ？ちょっと待って。龍馬さんの声が入っていないかも。なんだって？ これ待って。本当に？本当に？ちょっと最初から テイク2やっていい？ これテイ今ク聞2こやっえるていいよですね。か？完全に今 OBS のマイクミュート下げてたね。なんでだ？なんでだ？いじってないぞ。はい。はい、まあ、見なかった体 見で、なかった体で。テイク2からちょっと じゃあちょっと待って、オープニングごからめん、ごめん、ごめん、申し訳ない、申し訳ない。願っマてない、ジか。願ってないよ。はい。じゃあ、美味しいな。こういうこともあるわ。はい、では、改めて、じゃあ、配信開始をします。3、2、1、スタート。バーチャルスラムの最外層に位置する、ゼロ層。あるいは、堤防街と呼ばれる区画。その大通りから少し外れた裏路地を、車も通れぬようなその先に、小さく店を構えるバーがある。バーしずき。その店の中で、スーツ姿で狐耳の男が、マスターと二人で飲んでいた。龍馬さん、おかわり。猫目くん、飲み屋ランチのご飯じゃないんだから。まだ始まってもないのに、そのペースで大丈夫なの？出来上がってから始めるんですよ。それに、もうすぐ始まるでしょ。おっと、もうそんな時間だったか。じゃあ、ぼちぼち、始めましょうかね。はい、ようこそ皆様いらっしゃいませ。ドガヘカッツェのドガヘの方、しずき龍馬と、ドラヘカッツェカッツェの方、影光猫目です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、というわけで仕切り直しになりましたが、この配信はですね、1週間前、18日火曜日、に、行われました、暇食堂さん主催のね、メンズ VTuber 大集合 E コンビ選手権に、我々が参加させていただいたところね、に関して、まあ、軽く振り返っていきたいなという配信でございます。とりあえずね、まずは、本番中、あんまり触れられなかったところ、アンケートですね。我々が答えたアンケートの触れられなかった部分とか、そういったところとかを、まあ、ちょっと放り下げていけたらなと思ってます。はーい。じゃあまあ早速ですが、画像の方出していきましょうかね。まあちょっとラグがあるかもしれませんが、猫目くんはじゃあ頑張って。じゃあアンケート1枚目が、はい、こちらですね。E コンビ診断心の目でパー見る。ト1。お、これでもう出たと思いますが。
はい、何問あるんだこれ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 パート1だけで10問あるんですね。そうだね。うん、いやーこれさ、ぶっちゃけちゃうけど、うん、無理でしょ。無理だよこれは。当たんないよこんなん、うん、だって実際あれだよね、あの事前にこれをポンと投げかけて、うん、これ答えておいてくださいって感じで投げかけて、うん、だってお互いに合ってたかどうかみたいなの、そうそう、ポイントがどうとかみたいな話は全くなかったからね。そう、あの なんかそういうのを取り上げますよって、本番で触れますよっていうのはあったものの、言われたのは事前相談とか打ち合わせしてこれ答えちゃダメだよっていうことだけで、うんうん、あの本当に我々何にもお互いこれ共有せずにちゃんと答えてるので、うん、そうそうそう、いや当たんないよこれは。答えとこうねっつってもうやっといたよって、うん、そんな感じだったもんねこれ意外と当たんないですよね。ね、うん、じゃあまず一個一個なんかちょっと聞いていきますか、うんうん、あなたが一番好きな季節はで、りょうまさんが秋なんですねこれ。そうそう、まあ、あの気温的に中間のところが好きなんだけど、まあ本当言うと、うん、本当言うとね、一番好きなのはまあ、うん、春なんだよ本当言うと。でも春には花粉でしょう。そうなのよ。そう、そこまではね気づいてた。絶対花粉があるから春はないなと思った。うん、うん、惜しかったね。そうなんですよ、だから春はまず除こうと。で冬は確か寒いのが辛いっていうのをツイッターで言ってたから、うんうん、冬もないなと思って、うん、そしたら夏か秋だなって思った時に、いや過ごし暑いのは夏かな、秋って肌寒くなったりする時もあるしな、夏かなと思って夏にしたんですよね。ああ、なるほどね。そうだね、まあ、うん、寒いのよりは暑い方が大丈夫だけども、やっぱりでも過ごしやすかったりする方が好きだから、うんうん、というわけでやっぱり秋になったね。ああ、ちょうどいい季節ですね、うん、確かにね、うん、なるほど。確かによく見たら回答で春夏秋冬揃ってる機嫌に揃った、ね、確かに綺麗、うん、なんか役つかないかな通位層的なついてもいいんじゃないか、特別点とかね、ねプラスアルファあってもよかったんじゃないかな、こういうのね。はい、で猫目くんが一番好きなのは冬ということで。そうなんですよ、私は、うん、寒いのは正直すごく苦手なんですけど、寒がりだし、うんうん、という意味では夏が一番過ごしやすいんですが、うん、ただそれでも冬が好きっていう風な言える上回る要素があって、うんうん、雪が好きなんですよ私。なるほど。そうだから雪が降るから冬好きで、うんうんうん、ただ寒いのだけは苦手だからできれば外には出たくないなるほどね雪を内側から見ていたい、うんうん、っていうことで冬を選んでるんですね。そう、私もやっぱりまあ猫目くん的な意味合いもあって、寒いのはダメだろうなと思って、うん、もう冬は丸くなってるだろうなと思って、うん、そう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 、その通り。うん、まあ状況的にこう冬が穏やかになって、じゃあ少しずつ暖かくなってくる春が一番なのかなっていう感じでね、春を選んだ。あ、狙いは良かったんですよ、うん、靴下2枚とか3枚履きますからだったらそっか、それでもなお冬だったんだね。それでもなお雪は好きなんですよ、うん、雪か、雪確かにね、うん、いいよね。うん、そう思わずね、そういう風なね、冬とかね、雪をモチーフにした VTuber さんはね、うん、つい目つけちゃうからねそれぐらい好きですからね。なんとなく察しがついたねはい、ということで、冬夏秋春揃っちゃいましたと、揃っちゃいましたと、はい、うん、個人的に、ドラヘカツポイントが入りましたドラヘカツポイントここでまず入りましたね。入りましたね、うん、10ポイントぐらい入りました。はいさあ、はい、続きまして、あなたがお風呂で最初に洗うのは、はいはい、および相方さんがお風呂で最初に洗うのはどこですか、どこだと思いますかという質問に関して。そうこれね、なんていうのかな、龍馬さんだからというよりはこれ、うん、雑な推測なんですけど、うん、普通大体頭からみんな洗うだろうと、うんうんうん、大体の人って上から洗うんじゃないのと思って、もうこれはもう単純に頭って書いちゃいましたね、うん、でそしたらオーソドックスでしたね。私はあれだね、うん、まあ、最初の考えとしてはやっぱり、まあ、みんな頭からだろうなとは思ったんだけども、いや待てよ、猫目くん髪長いぞと、これだったら一回他のところ上がってから、こう気合い入れてから髪に取りかかる可能性もあるんじゃないかって言って頭が、ああほぼ当たり、うん、
そうなんですよ。私髪長いから、うん、あのね、石鹸つくの嫌なんですよ、髪の毛に。うん、髪の毛に石鹸ついちゃうと、うん、あの流してもやっぱ髪質が変わっちゃうんですよ、そこだけ。そうだよね。うんうん、そうそう。だから最初に体洗って、でそこで石鹸がついちゃったとしても、その後髪の毛ちゃんと洗えば、うんうん、落ちるから、それで。だから私頭後なんですよ。ああ、そうそうそう。大体その思考だった。すごくそこ合ってますね。うん、そう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 。ここはもう完全回答って感じですね。うん、パーフェクトだったね。でも洗い合ったりとかしてないですからね。すごいすごい。そういうのはないから大丈夫。その証拠に歯ブラシ外れてるからね。そうそうそう。他のコンビがね、軒並みほとんどなんか正当率すごかったよね、ここ。半分以上なんかみんな歯ブラシ当たってませんでした。うん、大体そうだよね。まあ私我々の後はちょいちょいまたおまじょうに外してたりもするんだけど、我々の前は大体当たってたっていう、うん、安定の歯ブラシだったんだけども。そうそうそう、我々はね、あなたが好きな歯ブラシも硬さはっていう。うん。うん。機嫌が外した、ね。これ、外れましたね。うん、私は、龍馬さん、柔らかめかなと思ってて、なんか、うん、大事にしてそうだなって思って、柔らかい方が大事にしてんのかな、みたいな。そうだね。まあ、私、あれなんだよね。歯磨いてて、こう、歯茎から血がバンバカ出るのは全然大丈夫だから、うん、洗ってる感が欲しく、磨いてる感が欲しくて、あー、なるほど、ね。で、固めをチョイスしちゃう。あー、なるほど。うん、まあ、確かに固めの方がゴリゴリ落ちる気がするんですよね。そうそうそう。ガシガシしてて、あー、磨いてる磨いてるって感じがするから、それで選んでるね。うん、なるほど。でも案外柔らかめとかでもそんな力入れなくても落ちるから、うん、あ、まあそうなんだよね。そう、柔らかめの方が歯と歯の間に入りやすいから、うんうん、案外そっちの方が回数をね、しっかり擦る回数ちゃんとしてれば落ちるみたいですよ、うん、そうだよね。歯茎のマッサージなんかも、うん、やっぱある程度柔らかい方がいいらしいしね。うん、うん、まあそれで私好きで柔らかめになってるんですけど。なるほど。あー、そっか、普通だと思ったんですね、そこは。そう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 、オーソドックスに、うん、柔らかい方が好きなんだな、うん、まあこの3つの中で一番こう、うん、やっぱり考えが浮かばなかったからさ、一番範囲が広いのはどこだってなって、普通のラインが一番あれじゃないかなと思って、うん、だってぶっちゃけこの質問どうでもいいし、心底どうでもいい、この歯ブラシの硬さとかいう話題は。逆にここパーフェクトで会っちゃったら怖いまであるしね。怖い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 。何、普段から一緒にいるのってなりますからね。ここで同棲ってなるからね。まあ、そう考えると私たちの前の組はほとんどが同棲してましたけど。してたね。うん。で、あなたは電車の中で自分の動画を見ているかもしれない人を見かけた場合の行動。うん、いやー、これ、龍馬さんだったらなんか、嬉しくてツイッターでつぶやくんじゃないかなって思ってたんですよ。見つけましたみたいな。確かにね、その考えは浮かぶ。やった、私見てもらえてるってなるんだけど、うん、でそれでさ、こうつぶやいちゃった場合に、この私のその動画を見てくれてる人がさ、そこにすぐそこにいるわけじゃない。うんうんうん、でどっかから偶然流れてきて私も動画を見てるんだったらいいんだけども、普通にこうツイッターとかでも絡みがあるガチの私の知り合いだった場合よ、その目の前にいる人が。なるほどね。え、龍馬さん後ろにいたのってなっちゃうのがなんかちょっと申し訳なさもあって、じゃあツイッターでつぶやくはないなと思って。ああ、リテラシーが勝ったわけですね。そう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 。さすがそこは大人の龍馬さんって感じですね。そうそう、だから内心めちゃくちゃ喜んでるけど表面上気にしないっていうのが正しい答え。あー、なるほどね。そう考えると私あれだな、姑息だな。バレないように画面を覗き込んでくるんですけど、まあ、しかも当てられてるっていうね。まあ厳密に言うとでも私もこれに近いとは思うんだよね。あ、まあでもまず見かけた時点でもう覗き込んで確認済みだから、うん、そうだよね、気にしないだけど、まあこの答えっちゃこの答えですよね。うん、電車の中で自分の動画を見ているかもしれない人って言ったら、もう電車の中でスマホ構えてる人大体可能性になっちゃうからね。
もう画面見ないと分かんないですからね。だよね。うん。うん。あ、ってことはもう画面を見ちゃったんだよ。うん。もうここで見かけた時に、すでに。うん、で、つまり、この回答は、二度見、うん、二度見かな。おみたいな。ふっと見て、視界に入って、あれ、今私いなかったつって、ふっと、二度見。が、焦げだね、うん。そうそうそう。いや、二度見するでしょ。まあ、すぐだよね。そこはまあそうだわ、厳密にはやっぱり私もこの回答が一番近いんだろうな、きっと。うん、だってたまに自分でアーカイブちょっと確認するか移動中にぐらいでしか見ないと思ってたら、他の人がその同じ画面見てたらびっくりするよ。びっくりするよ。なるほどね、うん、で、そう、これその次の質問がね、そう、これね、あなたは見られてはいけないものをどこに隠すかって、ちょっとこれ私言い訳させてほしいんですけど、うん、なぜか床下っていう選択肢は私、ベッド下だと思い込んだんですよ。うんうん。で、ベッド下はねえだろうと。そんなバレやすいところ。うん。あ、そう。って考えた時に。問題がね、そもそも、選択肢が3つあって、ベッド下、うん、あ、そうだそうだ、鍵付きの引き出し、もう一個がなんだっけ？これは掛け軸の裏の隠しスペースっていう、龍馬さんが選んでるやつじゃないかな？いや、これはね、その他があったんだよ。その他か。なんだっけ。そう、回答4問あって、うち1個がその他で自由入力だったの。あ、本棚。あ、本棚。そうそうそう。本棚だ。そう。本棚。順番忘れたけど、鍵付きの引き出し、うん、ベッド下、本棚、うん、その他だったの。そう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 。なんか、私は、両方その他を書いちゃったのよね。だって、だからか床下なかったなと思ったんですよ。そうそう、だってさ、これ、やっぱさ、答えたがさ、配信で乗るわけじゃない？うん、それだったらやっぱり、その他選ばなきゃって思って、その他でなんか、それっぽいこと書かなきゃって思って。他にいたな、そんなことやってる組も。いや、私一番近いの選んじゃったな。だってその他にしたら絶対、なんか、当たるわけないもんなと思って。うん。それで、ベッド下と本棚と鍵付きの引き出しで一番セキュリティ高いの鍵付きの引き出し以外ないじゃん。なるほどね。確かに。これ以外にどこ選ぶのみたいな。そう、オープンじゃないのはそこだけだよね。うん、鍵付きの引き出し。そうじゃないですか。うん。だからもう私も、リョーマさんももうそこしかないなと思って両方そっちにしちゃったんですよね、私は。そうそう。掛け軸の裏に隠しスペースがあると思われてんのか。いやだってどこに隠すかなって思った時にやっぱりふっと最初に浮かぶのがさ、よく猫目くんが喋ってるあの部屋じゃない？で、あの部屋に掛け軸ありますね。そうそう、板の間で掛け軸あったかなと思って、やっぱああいうとこなんか変なこと書いてある掛け軸、ね、あるんじゃないかなと思って。あー、掛け軸の裏はねないんですよ。ないんだ。裏はない。裏は他のとこになんか隠しスペースあるんだ、うん、他はあるかもしれないですね。裏はね、だってあそこ、しょっちゅうあれ、掛け軸取り替えてるから、すぐ上がっちゃうからね。ああ、確かにね、うん。毎回書いてあること変わるでしょ。変わってる。うん。しょっちゅう付け外しするからね、うん、裏はね、普通の壁なんですよ。ああ、天袋の裏ね。うん、天袋の裏、ああ、なるほどね。床下か、そっか、床下もセキュリティ高いですね。うん。そうそうそう、一旦こう、ベリッと剥がして。うん、いやでも龍馬さん床下なんか漬物とか詰まってそうだな。作ってそうな気するもんな。ぬか床とかがね。ぬか床とかちょっと店のメニューに加えようと思ってみたいな。うーん、そういうのが置いてあった時代もあった。あ、やっぱり実際に。なるほど。あ、というか挨拶をしていなかったね。マネ君、うん、天水君、ニートくん、エナードくん、夏江くん、こんばんは、いらっしゃい。遅れてしまって申し訳ないね。皆様、こんばんは。いらっしゃいませ。はい。っていう感じが、いいコンビ診断、パート1でしたね。うん。いや、これ当たらんって。当たらないって。これ無理だよ。うん、で、最高得点が確か 80 点。で、何問あるんだっけ？ 80 点。で、これで10問だから。10問でしょ？うん、なんか2つミスったぐらいでしょ？だよね。無理やって。無理だって。うん。いやー。はい、じゃあ。これはきついね。パート2いきますか。パート1をじゃあ消しまして、パート2いきましょうね。はい。はい、いいコンビ診断パート2。ちょっと画像を自動しようかな。はい。これは、あげだね、はい。全部自由入力だね。うん。うん、
そうですね、本当にね、龍馬さんがね、びっしり書いてくれて、ね、見た瞬間申し訳ないなと思って。いやー、文字を入力しろって言われると、書きたくなっちゃう病。いや、気になったのは、うん、龍馬さんの私に対して尊敬しているところの必要な情報の取捨選択が起用って、これ、どこから？ウィワヒアか？いやー、でも普通に普段から話していたりだとか、まあ、コラボの準備とかをしている時なんかでも、そうだね。うん、あ、なんか私、そういうムーブを見せたつもりが全くなかったから、うんうんうん、この最後の2行、どっからそう思ったんだろうっていうのがすごく不思議で。うん、いやでも特別この時のこれっていうのとはではないかな。へえ、うん。いくつかなんかこうこげやろうあげやろうっていう選択肢がいっぱいある中でさ、うん、うん、じゃあここまあこの今回のさ台本書いてる時もそうなんだけど、うん、そうここはここに被ってるからじゃあこれは省略できるねとかっていう頭の回転は早いなと思って。ああ、なるほど、うん。そうそう。私は結構そういうとこ飾りがちになっちゃうから、装飾過多になっちゃうんだよね。うん。うん、捨てられない人間。いや、でも私も結構捨てられないですよ、もの、うん。びっくりする時期のものが残ってたりするもん、ただゴミなのに。うん、よくある、よくある、ね。そうそう。その時はもうめちゃくちゃ取っておこうと思って大事にしまっておいたものが、後から見ると、なんでこれ取っておいたんだろうっていうのがね。そうそう。私だって数ヶ月前に食べたミンティアの空箱今4つ目の前にありますよ。あのケース。あのケース。あれはもうあまりにも専用すぎて、ちょっと他に使い道は思いつかないね。全くないのに4つありますよ、今。4つ。4つ。青、白、青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 、みたいな。あれあれあれ。なるほどね。そう。で、私気になったのはね、あれだね、困ってるところ。うん、恩返しをしたいのに、いつまで経っても欲しいものリストを公開してくれない。で、コメくんさ、今ちょっと、私のツイッターのコツイ見てみてもらっていい？あったね、さっき気づいたんですよ、それ。それ、あれって思って。そうそう。さすがに。あるやんって、うん。配信中にそこ突っ込むのはあれかなと思った。ちょっと俺、ぐっとこらえてたんだけどもね。なんで、いやでもさ、固定ツイートってさ、うん、もう知ってる人のは見に行かないんだよ。まあね。親しい人ほど。うん、でもね、猫目くんね、このコツイギツイートしてんだわ。うん、嘘でしょ。本当本当本当。いや、してない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 。してるしてるしてる。嘘だよ。だってした後ないもん。してな、してないしてないしてない。してるよ。リツイートでしょ。今表示下げてるよ、これ。本当だ。嘘。でも、リツイートしてたら、こう、マーク出るじゃないですか。うん、マークっていうか、色つくでしょ？うん、つく、ね。ついてないよ。そう。ついてないけど、確かにリツイート履歴見るとやってる。うん。え？誰？これ誰？何？怖い。怖嘘。不思議なことが起こったな。いや、これ多分軸歪んでるからしょうがない。きっとね。ああ、あれじゃない、うん、多分近くにボスがいたんだよ。ああ、そうかそうか。ちょっと見かけてリツイートしておこうっていうところがすっぽりすっとんだんだろうね、きっと。うん、すっぽりすっとんでしまったんですね、これ。いや、マジか。2月4日じゃん、これ。2月ってだいぶ前じゃん。いや、まあほら、だって私の方からさ、公開したよ、買って買ってって言えないじゃん。いやでもさ、公開したよぐらいの一言あってもいいじゃん。公開したよぐらいでさ、そっか、欲しいものリストを公開したいんだよっていうのでさ。うわ、マジか。いや、気を使いすぎてしまったか。いや、もうスイッチ送るよ。うんうん、もうこうん、そう、うんうん。はい、スイッチ嫌なら別のでもいいけど。はい、お願いします。じゃあスイッチ、うん、うん。いや、マジか。だってね、これね、この赤文字のところね、これ見てください。これ全部赤文字なんですよ。全文ね。全文赤文字で、で、私これ書いてる時も、絶対これ書けば触れられるなって思ったのに、本編触れられてないですよ。ね、赤文字にしたのに何も触れてなかったんだよね。完全にスルーされましたからね、これ。ね、
はって、あれあれって。今かな、ね、今かなって思ってたんだけど、うん、表示された瞬間、おって思ってさ。うん、全然違うとこ行っちゃったからね。ね。びっくりだったよね。うん、いや、でも私としてはね、そのね、誰に対しても常に親身になってく、接する優しさっていうのをね、うん、前面にね、押し出していったゆえの、ゆえに困っているのがこうなんだよっていう流れだったんですけど。なるほどね。うん、そう、本当にね。自分も顧みてというメッセージ性が。まさかね、こんなね、カウンターブロー食らうと思ってなかったよね。ありましたけど。びっくりだよ、本当に。本当びっくりだよ、もう。いやー、でもなんだ、さっき気づいちゃったんだ。今この瞬間に気づいてほしかったな。うん、そうそう。あれってそう、ふっとね、龍馬さんのツイッターからリツイートとかしに行くかってこう開い、アカウントごと開いたときに、うん、ん？あれ？ふってこう一瞬さーって流していっちゃったけど、なんか言われて、あれさっき見えた気がするぞって。なんか欲しいものリストっていう日本語ちらっとさっき視界に入った気がすると思って。いやー。そう、びっくりだよ。でもね、私ね、うん、事前に僕が話はあったかが、このツイートをしてさ、猫目くんがリツイートをした時点で、こっそりスイッチを入れておいたんだよ。その時だけ、その1週間ぐらいだけ。はいはいはい、はい。ね、やっぱ動きないなと思って。いや、でもまあ、物が物だしな、こっちからなんか言っちゃうのもあれかなと思って、スッと外したんだよ。完全にね、認知してなかったですよね。まだかな、あの人、まだかな、いつまで経っても後悔しねえな、もうほんとひょうひょうと、こう、ひらりひらりとかわしやがってなってずっと思ってましたからね。かわしたんじゃなくて、私がスカってただけだったからね。スカってたね、完全にね。相手がかけたバフを全然見逃してたね。だから私、チームプレイ苦手なんだよな。パーティープレイダメなんだよな。わかるな。やったながやったって言ってってなるやつだな。いやー、節穴だったな。なるほどね。もう大丈夫です。ボーナス入ったんで。うん、じゃあ、お願いします、うん。ありがとうございます。任せろよ。わーい。やったー、うん。さあ、じゃあ他の行ってみましょうかね。他の話題ですね。じゃあ最後の言ってみる？もしも同じ人物を好きになってしまったら。これね、まあお互いほぼ同じ答えなんですよね。そうだね。まあ他のコンビを見渡しても、やっぱ譲るが多かったよね。そう、相手に譲ります。譲るは何が何でも譲りますが多かった。うん、そうそう、で、たまに、いや絶対に奪うっていうのと、うん、そもそもそんなことありえないよっていうのがちらほらあって、うん、意外にこの手の回答がなかったっていうね。いや、我々の感覚としてはもうこれ以外ないでしょ、一択でしょぐらいの感覚なんだけど、だよね、うん、そこ意外でしたよね、うん、全体的に。そう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 。まあもちろんこう、うん、自分の感情を殺すわけではないんだけども、うん、まあね、押すとこが押すし引くところが引くってあるんだけども、まあ、最終的にやっぱり結論となるのは、うん、その相手の意思でしょっていうのがね、うん、その私と龍馬さんでも話し合ってどうにもならないんだったら、そしたらもう何をやろうが絶対ね、うん、変わらないわけだから、もう動きようがないわけだから、そしたらもう相手でしょみたいな、うんうん、まあその上でそうなりますよね。この、まあ、架空の一人がいるけど、その3人で、まあ、その後も気まずくならないような形に落とし込みたいなっていうのが、まあ私の答えだね、うん、そうそうそう、私もまあそんな感じ。それで、あ、相手がそう選ぶんだったら、まあそれで納得するしかないしみたいな、うん、っていうのが普通だと思ってたら、意外にもそういうコンビが少なく、かつコメント欄からも、ああ大人のコメント大人の回答だっていう評価がすげえいっぱいあったっていうと。あったあった、まあ、確かに我々コンビはあの中では多分平均年齢が高いだよね。いや、まあ私が爆上げしてるってなるけど、まあ単純にこう平均を見た場合っていうか、あの純粋な人間の中でも、うん、私おそらく最年長じゃないかって思ってるんだけど、あの中で33歳ね、33歳ね、28歳じゃないです、うん、38、33です。38すごい、38じゃないです。うん、まあそういう意味だと結構若めの人が多かったのかな。そうだよね、うん、うん、まあ
学生の方とかっていたっけ？チェリコとかね。ああ、そうだわ、いたわ。うん。うん。まあ、全体的に見ると、やっぱり20前半から半ばぐらいなのかな。うん、でしょうね、うん。アイドルとかもいたし。いたね。うん。農家やってるアイドルじゃないから、多分若いでしょうね。そうだね。うん。うん。農家やってるアイドルだったが、私より上だったんだけどね。うん。あと、そっか。あとは死んでる人、死んでる人はもう年齢関係ないからな。まあそんな感じだったから結構、譲る譲るのね、譲るか奪うかが多かったけど、うん、多分他にいなかったですよね、この回答。いなかったと思う。いなかったですよね。うん、そこは私も見てたから。やっぱ、うん、うん、そう。譲る譲らないは、まあ、自分の意思だけど、その先があるじゃんっていうのをね、出したかった、ね。そうそうそう、相手から嫌われたらもうおしまいじゃんみたいな。そう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 。あれかな、やっぱその辺我々は気にするじゃないですか、その相手も傷つけたくないしみたいなね。でも言ってしまえば逆に相手がそうこっちに対して好意がないんだったら、うん、こっちはもう引いてもいいかみたいな感覚があるわけじゃないですか。うん、枯れてるのかね。こうね、欲求的なものが。あーね。それはもう我々は潤ってないのかもしれない。そういう点では他の方々はハングリー精神が旺盛だったのかもしれないですよね。なるほどな、それは言えて妙だな、うん、我々はもう賢者タイムに入ってる可能性がある。欲求的なものが欠けているというワード。もうね、高齢化社会ですからこの二人はもう、うん。ね、青春なんか通り過ぎてね、うん、しかも超えてもう白秋ぐらいに入ってるんじゃないかっていう、うんうん、晩年を謳歌する感じですよ。謳歌する感じ。隠居だね、もう隠居ですよ。もうあとはね、身支度を整えて死ぬ準備をしておくがそれはそれで OK みたいなね。折り返し点来たかみたいなね。ああね、そこそこちょっと文書も書いておこうかなぐらいの感じだよ、ね。私の死後は。後のために、とりあえず何か残しておくかって言ってね。ね。いや、やめよう、暗い話題は。そうだね。じゃあ、この辺もパート2はじゃあ、このくらいにしておこうかな、うん。うん。で、まだアンケートはあと1個、実は質問がありましたと。うん。うん。それも出せますかね。じゃあ先に、じゃあ私の方から出しちゃおうかな。うん、こっちだよね。はい。最後のこれが、10年後だっけ？そう、10年後にどうなってると思いますか、うん、っていう質問でしたね、これ。そうそう、今のまあ、いいコンビ選手権なんでね、この今の相方と、うん、まあ10年後、どうなってるかっていうのが、まあ私の答えがこれだね。うん、変わってるところが想像できないかな、うん。なんだかんだ、今の距離感でふわっと仲良くしていられると思う3つを。うん、そう、うん、最後の2行がやっぱ肝ですよね、これね。そう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 。うん。なんだかんだ言って、確かに私と龍馬さん結構いいコンビだと思うんですけど、うん、本番の芸で見せた通りね、うんうん。ただ、めちゃめちゃ近いってわけじゃないんですよ。そうなんだよね。今も決して、うん。そう、そんなしょっちゅう話してるわけじゃなくて、本当に必要な時に話すし、で、それで本当たまになんか機会があった時に話すみたいな。うん、よくテレビ出てくる、いや、意外と仲良く、いいわけじゃないっすよ、みたいな芸人みたいな。そんなしょっちゅう一緒にいるわけじゃないっすよ、みたいな芸人みたいな距離感なんですよね。そうそうそう。うん。でも、なんかそれで歯車が合うから。そうなんだよね。もちろん全然、距離が遠いとか、なんかビジネス外区な関係みたいなことは全然違うんだけども。そう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 。だから多分、ふわっとこう、なんていうのかな、大人の付き合いって言ったらちょっとあれですけど、ほら、うん、小学校とか中学校みたいなちっちゃい頃って、うん、まあ、仲のいい友達でほとんど毎日遊んだりとかするじゃないですか。そうだよね。でも、意外と環境変わると、うん、もう付き合いなくなっちゃうんですよね。うんうんうん、そういう友人って。なかなか、高校、大学になってもまだ続いてますって、本当に一握りいるかいないかで。うん、でも、大学とか大人になってからの友人って、なんかそんなに仲いいわけじゃなくても、環境変わって離れました。でも、
なんか会おうかって言ったら会えたりとか、そう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 、なんかこう緩くつながるんですよね、うん、長く。本当にそんな感じ。うん、まあ、多少距離あってもこの日空いてんだけどみたいな話があるとね、あ、じゃあなんか時間作って会いましょうかみたいな、そういう空気ができるからね、うん、大人になってくると。そうそうそう、うんうん、うん、だから本当にそういう意味でリスナーと、その時のeeコンビ選手権のリスナーの方がおっしゃられたみたいに、多分、他の方々と比べると大人コンビなのかな、みたいな。うん、そうだね。距離感なんですよね。だよね。うん、そう、まあ、もうそんな常にね、俺がマブだからウェイみたいな感じのノリではもう全然ないからね。俺らマブだからウェイ。ウェイ。確かにね、その通りですね、うん。うん。本当にふわっと、距離感でふわっとっていうのが、すごく、ああ、言えて妙だなっていうふうに私これ見て思いましたね。うん、そうそう、やっぱ距離感ってキーワードだと思うんだよね。うん、このコンビを語る上で。うん、そうですね。うん、まあ、近すぎるのが悪いってわけでもないんだけども、まあ、我々の距離感はこんな感じでっていうところを、うん、うん、出していきたかったね。その通りですね。うんうん、さて、そしたら横目くんの方行きましょうかね。はい、よいしょっと。私のが、おのおのの道を歩みつつもたまにのみ語らい合い、くだらないことで笑い合い、夜を明かすと、うん、やっぱりまあなんだかんだ言ってもともとグループで、グループっていうのかな、二人組で発足したわけじゃないから、うんうん、結局まあいつも通りおのおののことやってると思うんですよね。そうだよね。で、また今、さっきのふわっとですよ、このたまには。そうそう、たまに飲み方がね。そうそう。で、まあ、どうせくだらないこと話してんだろうな、みたいな。そんな大したこと話してないし、うん、いつも。で、ただ、一個だけ、いや、これはないなって思ってるのがあって、うん、自分で書いててなんですけど、うん、夜を明かすはないなって。あ確かに、ね。あのね、もうね、オールとかできる体じゃないんですよ。そうなんだよ。体力的にね、夜を明かすの無理なんです。無理なんだよ。朝まで起きてらんないから。明かすは無理なんだよ。要は明かすはちょっと書きすぎたなって、うん。二人で夜通しいることは可能なんだけども、どっかの時点で少なくともどちらかは落ちるんだよ。うん、うん、多分大体私がもうね、喋んなくなると思う。朝方近くになったら。ね、うん。夜を明かすまでは合ってるけど、夜は明かせないと思う。でもまあ大体やっぱこれニュアンス同じですよね、龍馬さんのと。そうだよね。まあお互いにまあお互いの、うん、まあプライバシーってわけではないけど、まあ一人の時間があるからね。そこまで干渉するようなことはせず、うん、まあ二人いるときは二人で、一人いるときは一人でっていうね、わきまえつつもね。うん。うん。お互いの時間を大事にしながらっていう、本当に、まあ夏江さんの言う通り大人の付き合い。大人の付き合いなのかな、多分、うん、大人の付き合い、なんか人から言われるとちょっと照れくさい部分もあるけどね、うん、大人だからね、実際にね大人だから、うん、イケおじですから、うん、私はイケおじではないけど年齢だけならね、あの上だから、そうそうそう、うん、っていう感じでしたね。いやでもこれ、この最後の質問すごいいい感じに出してくれましたよね、本編、うん、だよね。あれってそうそう、他のと一緒にあんなポンって出るんじゃなくて、うん、あ、ここまでやってくれるかってところはあった。そうそうそう、私ぶっちゃけるとあれでしたからね、アンケートとかこういろんな人のアンケート出てるの見ながら、あれそういえばもう一個質問あったよな、うん、あ、そうだ、10年後何やってるかっていう質問答えさせられたのに、なんかなくなってんな、なんでだろうなって言ってて、そう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 、で多分龍馬さんもね聞いてたと思うんですけど、うん、あれじゃないかな、単純に答えとして使いにくいと思ってカットしたんじゃないかなってね切り捨てた説を私出してましたからね、その時最初本当に申し訳ないと思う。そんなことなかった、ちゃんと考えてくれてたよ。うん、で、あ、そうか、なるほど、さすがっすわみたいな手のひら返し、クルンクルンだったクルンクルンだったからね。はい、では画面を戻しましょうかね。はい、はい、なんか、こうして、せっかく動いてたのに、二人組久しぶりな感じだよね。40分経ってるけど。アンケートの画像がね、でかくないと見えないからね。そうだよね。ちゃんとそれ用のスペース用意しておくべきだったな。仕方ない、仕方ない。いや、配信画面はね、ちっちゃいからしょうがない。まあね、そんな感じで、アンケート、
残念ながら30点、そしてかつ、3位入賞も審査員特別賞も何一つとしてもらえなかったという非常に残念な結果ではあったものの、あったもののね、そんでもね、やっぱ生配信勢と当日生配信でやってる人と動画投稿の人がいたんですよね、うん、で生配信勢としてはかなり良かったんじゃないかと思ってるんですよね。まあ手前味噌ではあるけども、まあ一発目だったっていうのもあったけど、手応え大きかったよね。うん、いや、だいぶ大きかったですね。その、うん、アーカイブでコメントとか見たりとかしてたんですけど、結構クオリティ高いっていうコメントあったりとか、うんうんうん、その終わった瞬間のね、ひまるさんの反応とかね、メイカさんとかもね、メイカさん結構、動画勢なところあるから、うんうん、あんま生配信響かないかなって思ってたんですけど、結構評価高かった、ね、評価してくれてたよね、うんうん、だからかなりいいものができたんじゃないかなとは思うんですよ、うん、いやだっていいコンビ選手権だからいいコンビなところを見せなきゃいけないじゃないですか。そうそうそう、息の合ったところをね、うん、いやぶっちゃけた話、動画なら編集いくらでも聞くから初対面でもいいコンビに出来上がりますよ、うんうまい編集すれば。そうそう。そこを生できちんと我々やったから、その、生配信点とか欲しかった。欲しかった。欲しかったですよね。うん。なんなら部門分けても良かった気がするんだよね。そう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 。配信部門とで。動画と生配信はね、多分ね、同じ土俵で勝負できないですよね。うん。うん、だから、若干順位気になりますよね。自分たちがどのくらいだったかって。うん、気になる。うん、まあ、これで最下位だったらもう泣くしかないんですけど。それはもう、あ、はい、すいませんでしたってなるけども。はいって、ごめんなさい、死にますみたいなね。お互いがお互いの解釈しますって。いや、あれ、だいぶ練りましたよね。練ったね。我々にしては珍しく。そう、我々の声撃って基本一発なんですよ。そうそう、打ち合わせなしで。うん、事前には台本決めといて、じゃあこれっつって本日や当日やるっていうのが基本の流れだったからね、うん、だからアドリブとかしだすとねマジでびっくりするんですよ。龍馬さんが調子こいてアドリブし始めると私はマジでびっくりするんですよ。いやーいけるなと思ったらやっちゃおうし。まあそれに私も乗っかるんですけど。だからね、ぶっちゃけ、Eコンビ選手権にエントリーした当初は同じノリでいたんですよね。その、うん、そういつもと。そう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 。うん。いけんべや、つって。いけんべやって思ってたら、うん、なんだっけ、ディスコードサーバー、Eコンビ選手権の、うん、に招待してもらって、うん、メンツを見た瞬間に、うん、これはそのノリじゃダメだと思って。やっべって思った。やっべっぞって。やっべっぞって。おめえら強えなっつって。おがヒヤヒヤすっぞ。そう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 。これは手抜いたらダメなやつだっていうのに、もう二人して特に口裏合わせることもなく、入ったタイミングで同じことを感じて。そうそう。スイッチに切り替わったよね、あの瞬間に。そうそうそう。あの瞬間にお互い同じ空気に変わったんですね。で、最初は本当に、エントリーするときは、いや、当日までちょっと忙しいかもしれないから打ち合わせとかできないかもしれないんだよねって龍馬さんがおっしゃって。そうなんだよね。申し訳ないことにね。うん。で、私の方は、いやいや、いらないと思いますよ。普段通りの感じで声撃あれば、まあ、ちょろちょろで終わりでしょう。だから、まあ、適当に台本決めてやって終わりですよ、みたいな感じでいたら、そんなだったから、とっさに、これは打ち合わせやんなきゃダメだっていうのが、もう、マジで本当に適当チャット何も打ってないんですよ。何もそういう文章打ってないのに、お互いにそう思って、何も言わずに打ち合わせ始めましたからね。本当に。本当、その場で感じた何かとか全然言わずにね、もうおもむろに打ち合わせ始めたからね。スッと。そうそうそう。これちょっと台本考えてる方がいい。そうそうですね。つって、ちょっと問い合わせたら2分ぐらいでって言われたんで、ちょっとこれ台本フリーで持ってくるんじゃなくて作んなきゃダメですね。つって。そう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 。2分ぐらいでっていうのもまたね。そう。びっくりですよね。うん、これでまあ5、6分あるんだったら、まあ、既存の台本で、ちょっとしっかりめに、うん、普段よりもだいぶしっかりめに読み合わせていけるかなっていうのはあったんだけど、うん、2分の台本はさすがにないからね。転が
てないし、自己紹介的なニュアンスもやっぱ含めるんだったら2分のフリーの台本は選択肢にないと思って、うん、いやこれは作った方がいいなっていうのと、やっぱりあれなんですよ、決め手になったのはいいコンビ選手権の1週間前に全集祭っていうのがあったんですよね、うん、暇食堂の方たちが来週こういう人たちが出ますよっていう紹介をする、その時は本当に暇食堂の人たちと、あとは高尾さんかなだけで紹介をするっていうやつで、見ていて、で、あ、なるほど、こういう空気感かと。うん。こういう空気感でやるんだったら、自分たちのアピールとして、自分たちで台本作ってやった方が多分作りやすいし、そうやった方が盛り上がるなと思って、急遽台本を起こしましょうっていう風な話にしたんですよ。そうだね。あまりこう、シリアスすぎる感じでもなく、うん、まあ、キャラクターを演じるよりはもう我々が我々で行った方がいいなっていうのがあったよね。うん、そうそうそう。で、龍馬さんと二人で相談して、こんな感じの原案かな、こんな感じの流れかなっていうのをやり、うん、一回、その、本番の前の週の金曜日に、うん、作り上げました、お互いに読み合わせてシミュレーションしました、うん、結果、長さが3分40秒になりました。3分40秒。長すぎるから、こう、いろいろ相談しながら削ります。うん、削った結果、2分半ぐらいに収まりました。うん、よし、これでいいですね。で、話が固まったんですよね。そう、そこで一旦固まった。うん、一旦固まり、日曜の朝に私が唐突に、やっぱこの台本直そうと思うんですけど、って。日曜じゃない。当日か。当日、当日。当日だ。当日の朝に、やっぱちょっとこの台本、つまんねえなって。これダメだなっていう感覚がしだして、うん。で、急遽朝にちょっと直した初版を龍馬さんに見てもらい、龍馬さんの本も急ぎで確認してもらい。で、当日本当にギリギリまでね、直しながら、演じながら、そして、今来てくださっているレナードさんに第三者視点として聞いてもらいながら、時間計ってもらいながら、リハーサルを繰り返すっていうね。うん、まあ、結果として当日はね、配信アピールゲータイムがこう、うん、タイマーつけて2分半の時点でカン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 入って強制終了入るっていうのがあったから、まあ、2分半ギリギリよりはね、うん、あのぐらいでもしっかり削ってバッチリのタイミングで終われて、まあ、結果的に良かったとは私は思っているよ。うん、そうですね。本当にカン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 っていうのが入っちゃうと多分すごい興ざめだったから、うん、それが鳴らずにスパッって終われたのはすごい良かったですね、あれ、うんうん。ただまあ、意外と入っちゃいますからね。私から言わせてもらうと、猫目くんのその一回ボツにした方も、うん、まあ、大筋としてはそこまで変わってはいないんだけど、うん、あっちの方もね、時間を気にせずちゃんと間が取れるのであれば、うん、あれも良かったとは思うんだよね。ただそう、テンポ感重視のあの場ではちょっとそぐわない流れでは、掛け合いではあったなっていうのは、うん、修正義務が大きいのでね。最初のバージョンが3分40秒のあの長さをフルに使わせてくれるんであればあれでよかったと思うんですよ、うん、そう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 。だけどそれを2分半に収めたことによって削った部分のせいでこれ多分伝わりづらくなってるなって思ったんですよ、うんうん、弱みしながら弱みしながらそう、弱みしながらこう頭の中でシミュレーションしてて、台本もう入ってるから頭の中に、こんな感じで読めばいいかなーって思ってる時に、んー、ちょっと待てよ、これちょっと伝わんないなーって思って上がってきて直そうって思って、うん、だから深夜帯になってしまったと。まあでも最終的に本当にうまくいって、本当にね、龍馬さんがね、リハーサルの時と比べて本番の演技がね、うん、全然違うんですよ。あら、まあ本当に？いや、全然って言ったら大げさだけど、やっぱりね、本番でね、私が求めていた理想のものを出してくる。本番でね、この人は超えてくるなっていうのがね、ある。ああ、まあ、そうね。まあ、リハーサルの時も、ちゃんと入れてはいるんだよ、気を。うん。うん、なんだろうね、やっぱり本番の空気感によってこう一個なんか突き抜けるものがあるのかもしれないね。私の中ではあんまり自覚ないんだよね、その辺。いや、違った。私はリハーサルで相手してる私としては、やっぱり本番とリハーサルでは龍馬さんの演技がね、
やっぱりね、違う中身というか質というかノリというか。でもって私が思った通りの演技をしてくれていた。うん。いや、恐縮です。いや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 、なんでかしこまってるの。急にこがげるとダメなんだよ、私はそういうところ。疑い弱いんだよ、欲望悪く。33歳。いろんなベクトルからのそういう当たりに弱いんだよ。自分から言うのは得意なくせに。翔くんこんばんは。アルバートさんこんばんは。いや、中吉さんめって言われてるけど、それはいいコンビだから当たり前でしょ。そうだよ。いや、実際賞は何ももらえなかったけれど、うん、いいコンビ1位は我々だと思ってるよ。思ってる。うん、そう。ちゃんといいコンビであるところを発揮していったからね。うん、そうだよ。そこが大事だよね。うん、参加してもそうそうそう、やっぱ我々いいコンビだよなって思えてる、この心境が大事だよね。うん、我々はその辺、その賞が取れなかったとか、うん、点数が低かったっていうので、ああいいコンビじゃないのかもみたいな、そういう気の迷いは一切ないからね。うん、いや、実際やっぱりその終わって、本番終わって、インタビュー終わって、はい、ありがとうございましたって出てった後に、うん、二人して、いや、本番かなりいいの出せましたねって話をしてて、うん、うん、やっぱり本番終わった直後、なんか一番いい演技ができたなっていう感じしましたもんね。うん、その自負はある。本番が一番良かった、うん、そう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 、やっぱりね、これがね、トラヘカッツなんですよ。そう、もう何一つ後悔はないから ね、参加したこともそうだし、本番の出来栄えもそうだし。うん。いや、正直、生配信の声撃としては、私はかなり、いいコンビ選手権がどうのとかじゃなくて、声撃として、結構いいのできましたもんね。うん、うん、できた、できた。うん。いやー、結構ね、自信作ですよ、あれは。うん。一回どっかでちゃんと切り抜いておいた方がいいかもしれないな、あれ。あれ、切り抜きますか、やっていいのかな。まあ、個人的に所有しておく分にはいいんじゃないの。ああ。それをまあ、どっかで公開っていうか投稿しちゃうのはもしかしたらあれだと思うけど。まあ、個人的に持っておくんだったら全然、うん、あれね、ちゃんと声劇以外は静かにしてたから。そうそうそう。切り抜けると思いますけどね。うん、いやー、でもあれですね、動画だと、動画で参加した人たちがいいコンビ選手権終わった後に動画単体で投稿してたりするんですよね。うんうん、あった、ね。いやー、そうか、動画だとそれができるのかっていうのがね。そうなんだよね。多分それも込みでの時間2分半とかだったと思うんだよね。2分20秒だったら、うん、もうツイッターとかで上げられちゃうからね。うん。いやー、そっか、それできるのずるいなって。やっぱ動画と同じレギュレーションはダメだよ、生配信は。うん。いや、でも動画も面白かったですね。クオリティ高かった、みんな。いやー、動画でずるいな。そうね、まあ動画ならではの部分いっぱい出てたけどもだよ、配信ならではの部分出せたでしょ、我々、うん、そう、まさにそれ、うん、そう。まあね、なかなか伝わりづらかったかもしれないですけどね。まあね、そこテクニックだからね。字幕が表示されるわけでもなく、ね、もう一回見れるわけでもないからね、うん、あの場では、うん、全く同じものはできないですからね、うん、まあでも、うん、だからこそ、そう、我々が動画を作らなかったのは、やっぱり我々はそういう生配信で本番でぶちかましてこそだと思ったからね、うん、うん、実際そうだったし、うん、まあ実際忙しかったとはいえ、動画本当に全然全く作れないってほどではなかったから、選択肢としてはありで割ったんだけども、うん、早々に切ったよね。いや、我々は動画じゃない、配信だ、うん、生だっつって。そう、まあでも正しく言っちゃうと、うん、動画か生配信ですって、動画作れますかね、2人して時間ないねっていうところから、うん、生配信、消去法で生配信かな、うん、我々は生配信でこそ力が発揮できるから、これは生配信だよっていうふうな、順番が逆ですけど。まあね。だから、正直、動画作る時間我々にはない。
大人は忙しい。そうだな、本当に、いや動画じゃないとダメですってなった場合、作れないこともないけど、あれだよね、お互い割と凝り性な部分あるから、うん、そこで凝りに凝っちゃって、うん、あれ間に合わねえっていうパターンは考えかけた、十分にありますね、うん、出なかったらもう本当にインスタントに簡単なものでこれでしょうがないになっちゃったか、うん、うん、だから生配信受け付けててよかったけども、あれですからね、生配信でやります、参加します、うん、でもう参加も決まりましたっていうタイミングで、うん、後から2分って言われたからびっくりしましたけどね。そう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 5分ぐらいあんのかと思ったら2分で、うぅマジか2分かみたいなね。ね、いや、あのタイムテーブルの話もちょっとしたいところはあるんだけど、どうだろううーん、まあタイムテーブルが結構カツカツだったんですよね、うん、結構なんだろう、参加する組が、まあ、多かったから、結構ね、一組あたりのアピール時間っていうのはアンケート含めて少なくって、それでどうしても2分っていう感じなんでしょうね、うんうん、動画勢の人たちにはもう2分ぐらいでお願いしますっていうのは事前に通達が言ってるから、生配信の人はじゃあ5分いけますよだと不公平になっちゃうし、うん、まあ、考えてみれば2分って言われてんのは当たり前かなとは思うものの、うん、いやー2分の制限って辛いですね。辛かったね爪に詰めたからね。うん。いや、まあ逆にそのおかげですごくいいテンポになった。うん。本当に。うん。いや、ディスコードであのテンポ出すの結構大変ですからね、あれ。そうそう。ラグを若干計算に入れつつ、ここだっていう食い気味のタイミングでね。そう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 。普段の聖域でそんなん考えたことないですもん、私。うん、いや、でもいい経験値にはなったよ、あれは、あれで。参加したことは、うん、今後役に立ちますね。そう、今後絶対使える技術だよ、うん、あれは。うん。いや、もしね、次回がまたあったらね、またリベンジしたいですよね。いいね。うん。いやー、でも本当にいろんな人たちのも見れて、共演できて、いい経験でしたね、あれ。うん、楽しかった。終わってみればもう本当楽しかったしか出てこない。うん、なんだかんだ言ってその最後の締め方も泣かせに来るしね、あの動画 ね、うん、あの結婚式とかでよくある式の最中に映像を編集して作りましたみたいなパターンでね完全にそれだなって思いましたもん、最初ね。あれはやられたわ。うん、でもあれだったら事前に作れたのではって思うけど最中じゃなくて事前に作れたんじゃないのって確かに出揃ってるでしょってこれ以上増えるものはあんまりないよねってあれ本番中に収録しなきゃいけない素材あったっけみたいなまあ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 みたいなはい、まあそちらのアーカイブの方もね、この配信の概要欄に載っておりますのでね、当日ご覧いただけた方もそうでない方もね、またもう一度今一度ね、うん、ご確認していただけると何かまた新しい発見があるかもしれません。うん、もちろんね、私たちの声劇を見てほしいですけれど、他の方たちのね、うん、面白いからね、うん、ぜひご覧いただいて、うん、楽しんでいただければと思います、うん、お願いいたします。うん、さて何か言い残したことあります？大丈夫かな、大体言い切っちゃったかな、ネコメ君は。うん、私もそうですね、大体言い切ったかな、うん、言いたいことは言えたかな。はい、ではまあ、うん、ぼちぼち締めに入るわけですが、何か告知とかは、告知宣伝等々。そうだな、あんまりないな個人的なものないな、全然、ね、うん、全然ないな、残念なことにないんですよ。あら、まあ、うん、ただまあこの2人でね、次何やろうかっていうのを話はしてて、うん、今度はね、前回協力ゲームだったから今度対戦ゲームやろうかっていう話なんですよね。うん、そうだね。うん、まあちょっといつぐらいになるか分かんないけど、大体もうやるゲームとかどんな感じでやろうかみたいなのはもう決まってるから、うん、それを楽しみにしていただければなと、ね、あとはもうスケジュール詰めて当日バチボコに殴り合うだけだから。うん、バチボコに殴り合うだけいやー、まさかね、この二人で一騎打ちですからね。ね。うん。
や、龍馬さん強そうなんだよな。いや、どうかな、本当に。そう、こう持ち上げられちゃうと、いや、大丈夫かなっていう気持ちの方が強いんだけども。いやー、まあまあまあ、当日のお楽しみですね。ミラクルがね、我々この組み合わせはね、ミラクルが起こる組み合わせですからね。いろんなところで化学反応起こるからね、この二人は。うん。絶対なんかあるよ、きっと。絶対なんかありますからね。龍馬さん、なんかあります？そうだね。まあ、まずは、あれかな。あさって、もう日付変わっちゃいましたね。じゃあまあ、日付的には明日、木曜日、27日の、夜9時からですね。まあ、今月もやります。居酒屋配信、池おじたちの夜。今回は、翔くんのチャンネルですね。今もコメント欄にいてくれている、アルバートクリーム翔くんのチャンネルで、まあ、一面ではあるのですが、今回ちょっと都合が合わず、準レギュラーのエンダータカくんは、お休みなんですが、まあ、アルバートクリーム翔くん、日畑康香くん、私、しずき、龍馬3人と、今回ゲストとして、モーリツ・フォン・ハグデンベルグ氏、をゲストとしてお呼びいたしまして、まあ、いつものようにお酒飲みながら語り合う、コラボ配信がございます。もう一度になりますが、27日夜9時ですね。翔くんのチャンネルです。よろしくお願いいたします。というのがまず一つと、まあ別にこれをはしょっちゃってもいいんだけど、まあちょい前になりますが、今月ね、私も歌動画が上がっておりますので、そちらの方も、一度お聞きいただければと思います。まあ季節がね、梅雨のシーズン、6月というのもあるので、まあ、ちょいちょい古めの曲、まあ、私の中ではこの曲全然新しい方じゃないかっていうのがあるんだけども、あるんだけども、一般的にはちょい懐かしい曲であるそうです。シドのレインという曲をね、歌わせていただいておりますので、興味のある方はぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。といったところですかね。はい。なるほど。確かに居酒屋が明日か。明日でしたね。明日です。うん、楽しみだ。うん、まあ今回もね、またいろんな深めの話が聞けそうなメンツだよね、ゲスト的に。いやー、またどうなることやら。うん、楽しみです。はい。いやー、打ち合わせも何もなしでこの時間調整ですよ。完璧じゃないかな。やっぱいいコンビじゃないか。導入ちょっと一悶着あった気もするけど導入一悶着あって、固定ついにいつの間にか欲しいものリストが公開されているということに気づいてはいなかったけれどいいコンビじゃないか。いいコンビじゃないか。全く10年後もこの距離感でふわっとやってるよ、きっと。やってるでしょうね。うん、うん、ということで、じゃあそろそろお開きにしますか。そうだね。うん、まあ一応平日というのもあるしね、この具合で、うんうん、終了といたしましょう。はい。はい。締めはどんな感じにしましょうかね。じゃあ、いつもの感じで。うん、はい。では、皆様、ここまでお付き合い誠にありがとうございました。スラム酒場系 VTuber、ドラヘ活性のドラヘの方、しずき龍馬と。半人半妖演技派ゲーマー VTuber、ドラヘ活性の活性の方、影光猫目でした。ありがとうございました。はい。お疲れ様でした。バイバイ。お疲れ様でーす。おつぎょま、おつねこめでーす。おつねこめって初めて使われたな。使ってこう。私自分でも使ったことない。なんかの時にこう、ふっといきなり使っていくのがありだよ、こういうのは。自分で使うの忘れそう。